発表されたばかりの iPhone 12 mini と iPhone 12についてスペックを確認していきましょう。皆さん、こんにちは。水おじさんです。ついに発表された iPhone 12。いや、もう最高の進化だったと思います。イベント内容も字幕のおかげで大変わかりやすく、何が進化したかが分かって良い内容でした。結果的には4種類の iPhone 12が登場します。今回の動画はエントリー機、つまり iPhone 12 mini と iPhone 12の紹介になります。また、この後の動画ではプロモデルも同じように紹介動画を出していきますので、楽しみにお待ちください。それでは iPhone 12 mini と iPhone 12の説明をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは Apple 製品の最新情報だったり、裏技特集、ガジェット系の真面目な検証、ふざけた検証などをやっております。こちらのように iPhone の充電音を変更する方法の紹介などもやっております。ガジェット系最新ニュース、詳細な情報をチェックしたい方は、ぜひチャンネル登録をして、今後の動画でもお会いいたしましょう。はい、それでは発表された iPhone 12はどのようなものになったのか、公式ウェブの方で皆さんでチェックしていきましょう。まずはトップページに載ってる iPhone 12ですね。 iPhone 12、カラーは5色になりました。レッド、グリーン、ブルーにホワイトにブラックですね。グリーンとブルーはいいですね、新色ですね。赤はプロダクトレッドになるそうです。で、ホワイト、ブラックもあるんで、まあまあ標準的なところを揃えてきたと。 iPhone 12と iPhone 12 mini については両方同じカラーですので、これ後で説明しますが、同じカラーですので一番売れる iPhone になるのではないかなと思っております。トップページの説明を見ていくと、 5G の速さ、スマートフォンで最速の A14 バイオニックチップ、全く新しいデザイン、セラミックシールド、エッジからエッジまで広がる OLED ディスプレイ。 OLED ディスプレイっていうのは雪 EL のことです。で、どのカメラでも使えるナイトモード、新しい iPhone 12 mini も登場、全ての魅力を2つの完璧なサイズということで、この下に iPhone 12 の予約注文は10月16日から、 iPhone 12 mini の予約注文は11月6日からということで、ミニはやはり噂通り11月になってしまいましたね。ちょっと残念ですが、まあ待つしかないですね。で、 iPhone 12が欲しい方は今週の金曜日、もうすぐになります。今週の金曜日のすぐ予約で、発売日の方が書いてませんが、これの両方1週間後です。 iPhone 12の方は10月23日が発売、 iPhone 12 mini の方は11月13日に発売なので、 iPhone 12 mini の方は約1ヶ月ですね。今から1ヶ月ぐらい待ちになります。じゃあ詳しく見ていきましょう。はい、これは公式ウェブの方で Say Hello to 5G ということで、 5G 対応になりました。これはプロモデルも全て 5G 対応になります。そして5色の iPhone が出てきました。で、 iPhone 12、早い話早いです。まあ相変わらず Apple の謎センスが出ましたね。早い話早いです。で、 5G の速さ、スマートフォンで最速の A14 バイオニックチップということで、 B14 とかっていう噂もなんか言ってるところもありましたけど、そんなことはなく A14 のバイオニックチップがちゃんと積まれます。対落下性能を4倍向上させるセラミックシールド、これプロモデルにも搭載されてるんですけど、セラミックシールドっていうのが搭載されて4倍故障する確率が減りましたっていうことが紹介されておりました。先ほど言ったように iPhone 12の予約注文は10月16日からで、 iPhone 12 mini は予約注文は11月6日からとなっております。続いてここですね、ビッグなニュース。このビッグなニュース、ここすごいです。これ iPhone 12 mini じゃない、薄さが 11%、 これ iPhone 11と比べて 11% 薄くなったそうです。で、15% 薄くて 16% 軽いと。これが iPhone 12 の方で、ミニが隣に出てきます。で、ニュースなミニと、これいいですよね。かなりちっちゃい。ニュースなミニも出てきます。性能の方が軽く触れられていて、6.1 インチと 5.4 インチ。ミニの方が 5.4 インチ。iPhone の中でも現行の iPhone では最小サイズになるよ。そしてレティナディスプレイは変わらず。要はこれと iPhone 12と iPhone 12のミニの違いは何かって言われたら、ディスプレイのサイズなんです。正確に言うとディスプレイのサイズも変わるので、解像度の細かさもちょっと変わるんですけど、PPI とかですね。密度としては iPhone 12 mini の方が密度が高くなるので、mini の方が綺麗に見える場合もあります。続いて世界で最も小さく薄く軽い 5G スマートフォンということで、まあ小さいですよね、ミニの方の話ですね。はい、そして先ほどもちょっと出たセラミックシールド、どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈、4倍向上した落下耐性能と、これは嬉しいですね。で、航空宇宙産業で使われるレベルのアルミニウムレッジ、そして水濡れにも水跳ねにも一段と強くなったということで、これ耐水性能が上がったんですね。ここちょっとカラーが変わってきます。5つのフラッシュな仕上げということで、ブルーからグリーン、そしてレッド、これプロダクトレッドですね。そしてホワイト、ブラックですね。はい、この5色になりましたんで、 iPhone 12と iPhone 12 mini 両方5色でございます。そして 5G のスピード、速い速いになってますね速い、さらに速いになりました、これはちょっとね、相変わらずのアップですね。 iPhone の 5G は超高速です。映画のダウンロードは一瞬、ビデオのストリーミングが一段と
高画質 HD の FaceTime 通話は携帯電話ネットワークでも楽しめますということで、データの遅延も少なくなるという説明が書いてあります。でこれね、見たんですけど、きちんとミリ波に対応してます。 5G エントリーモデルだけサブ6遅い方の 5G じゃないかって言われたんですけど、両方すべてミリ波に対応はしてるそうです。ただまあキャリアがミリ波の基地局に対応してる必要があるので、その辺はまたいろいろ発表で変わってくると思います。で一応国内キャリア発表はあったんですけども、 au とドコモとソフトバンク3つ入ってました。ちょっと楽天は入ってなかったんで、そのロゴには入ってなかったんで実際どうなるのか分かりません。なので 5G がきちんと全部に搭載されるというところで、これは期待ですね。そして A14 バイオニックですね。B14 ではなく A14 がきちんと積まれて、これは iPhone 12 Pro と同じになるんです。性能がエントリーモデルでも下がってしまうということはありません。安心してください。A14 がきちんと積まれます。次がディスプレイですね。スーパーレティナ XDR ディスプレイ OLED のお披露目ですということで、 OLED っていうのは有機 EL ディスプレイの話です。 iPhone 11 の時はエントリーモデルと言われる iPhone 11 は液晶ディスプレイだったんですけども、今回はエントリーモデルもプロモデルも液晶ディスプレイになります。はい、そして史上最高のディスプレイで、デュアルカメラシステム、ようこそダークサイドへということで、デュアルカメラになりましたね。これはまあ iPhone 11の時もデュアルカメラなんで、特に変わりはないです。で、これ写真撮る方には嬉しい。ナイトモードのセルフィー、光が少なくてもあなたは輝くと。まあ、相変わらずね、こういうことを言ってくるんですね。はい、そしてこれですね、マグセーフアクセサリー、すべてがピタッとということで、今度から iPhone の背中にマグネットが乗ることになります。なので、このマグネットを使って、まあ、全てがピタッとって言っているんですけれども、例えばこれは Apple 純正のカード入れですけども、カードケース入れがついてマグネットでピタッとくっつくと。で、これをクレジットカードを入れてても安心だそうです。要は使えるっていうことですね。で、さらに超高速充電ということで、そのマグネットを使った状態で、裏にマグネットが乗っているので、マグネット対応の充電器に乗せればスッとこう、カチャッとこうくっついて充電がね、ずれることなく充電されると。ちょっと充電器の写真がね、ここ載ってないんで、ちょっとイメージ湧きにくいかもしれないんですけど、乗せるワイヤレスの丸い充電器がビデオでは紹介されてて、その丸い充電器の上に置くと、ピタッとこう、ずれることなく充電される。ワイヤレス充電ってね、ずれて充電されてなかったっていうことがあったりするので、これは便利な機能になると思う。ケース入れだけじゃなくて、いろんなものが出てきそうな予感がします。はい、そして組み合わせ全部正解ということで、これマグネットを使ったいろんな対応ケースの紹介とか組み合わせの色合いですね、などが紹介されています。はい、あと新しいところではカーボンフットプリントを減らすために新しい発想を箱に詰めましたっていうことで、 iPhone の箱、今まで iPhone 買った方ならわかると思うんですけど、これかなり薄くなってます。それの理由としては下に書いてあります。 Apple では iPhone ファミリー全体で使われなくなることが多い電源アダプターとイヤーポッツ、イヤホンですね、箱に入れることをやめましたということで、やっぱり同梱されなくなります。電源アダプタとイヤホン、こちらは今回から同梱されなくなりますので、充電アダプタに関しては自分で準備することが必要になります。 iPhone 自体はライトニングなんですけど、ライトニングの先が C、タイプ C になっているので、充電アダプタはタイプ C のものを準備してください。はい、iPhone 12 の仕様については以上なんですけど、最後に価格を見ていきましょう。見てわかる通り、 iPhone 12 mini は 74,800 円から、これは 64GB ですね。で、 iPhone 12 は 85,800 円から、これも 64GB の値段になります。では mini の方でもうちょっと値段を詳しく見ていきましょう。で、おそらく一番売れる 128GB だと 79,800 円ですね。で、 256GB だと 98,800 円です。税込みで約10万円になりますね。 256GB なら10万円、 iPhone 12 mini の方の値段になります。続いて iPhone 12の方を見ていきましょう。 iPhone 12は 85,800 円から、これが最小構成、 64GB が 85,800 円、そして 128GB になると 98,800 円、これは先ほど iPhone 12 mini の 256GB と一緒ですね。で、 iPhone 12だと 256GB で 101,800 円、10万超えします。ということは消費税で約11万円ですかね、11万円になります。 iPhone 12 mini と iPhone 12については以上になります。今回の発表を見る限りでは、アップルも iPhone 12 mini を売れると思っていそうです。私も一番売れるのではないかと思っております。価格もリーズナブルですし、大きくなり続ける iPhone が小さくても高性能というのはかなりの説得力があります。予約は無印が10月16日、mini は11月6日になりますが、楽しみに待ちましょう。今後は iPhone 11 と iPhone 12 Pro シリーズとの性能比較なども動画に出していきますので、楽しみにお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。今後も iPhone 12 に関しては最新情報を配信していきますので、気になった方はぜひ高評価とチャンネル登録の方をしていただいて、今後の動画でもお会いいたしましょう。それではさようなら。